さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。それじゃあ俺たちパトロール行ってきますね。最近学校内の交番勤務ばっかりだったからパトロール久しぶりだな。ああ俺は毎日 JK 眺めたいのに。勤務だから息抜きと言ったら語弊があるが、まあたまには気晴らしにいいだろう。先輩サボってマミさんのところ行っちゃダメですよ。行かねえよ。まあお昼休憩は行くかもしんねえけど。わ、手錠先輩が乙女になってる。何かあったらすぐに連絡するからゆっくり見回りなさい。了解です。よしお前ら行くぞ。パトカー乗るのもちょっと久しぶりだな。あ、先輩ぶつかったら頭突き抜けました。もう手錠先輩ってできる人なんだけどどっか抜けてるんだよね。それは蘭子先輩もですよ。やっぱり手錠先輩の後輩ですね。双葉ちゃん、こう見えても私手錠先輩に追いつけ追い越せだよ。私だって手錠先輩がいないところで大活躍してみせるんだから。そうだな、うちの交番は手錠だけじゃないっていうところを示さないとな。蘭子ちゃんだったらきっと大丈夫よ。あのおまわりさん、少し相談があるんですが。はい、任せてください。ご依頼受け付けます。あれ、ここって探偵事務所？実は姉の様子が1週間ほど前からおかしいんです。姉は大学生なのですが、どうやら学校にも行かずどこか違うところに行ってるみたいで、私たち家族にもどこに行ってるかは言ってくれないし、頻繁に私にも神を信じろとかそんなことをブツブツ言い出して。それはもしかして宗教詐欺とかそういうものかな。近年そういった詐欺まがいなことが多いからな。心が弱っている人たちにつけ込んで言葉達者にお金を巻き上げているとか。確かにお姉ちゃん最近家から勝手にお金を持っていくこと多いです。やっぱり洗脳されてるみたいね。こういった事例はたくさんあるんだけど、なかなか警察が踏み込めないところでもあるのよ。実際のところ本人が満足しているのならそれが幸せだったりするからね。そんな騙されてる人を放ってはおけないですよ。それに何か事件が起きてからじゃ遅いですよ。早めに私たちが対処しておかないと。蘭子、これは事件にもなっていなければ誰かに迷惑をかけているというわけでもない。困っていると言ってもそちらの家族間の話だ。私たちが介入することではない。そうですよね、わかりました。私はまだ学生でお金がないんですが、探偵事務所かどこかに頼んでみます。待って、私が調べてあげる。ほら蘭子、勝手なことをしたら罰則だぞ。蘭子ちゃん、気持ちはわかるけど警察は何でも屋さんじゃないのよ。すみません権力さん、伊予さん、でも私困ってる人を放ってはおけません。謹慎処分でも何でも受けます。これは私の問題です。大丈夫、お姉さんなら私が何とかするから、お姉さんのことを教えてくれる？やれやれ、そんなところまで手錠に似てしまったか。双葉ちゃん、蘭子先輩についていってあげて。はい、了解しました。双葉ちゃん、敬礼の仕方知ってる？おまわりさん、お姉ちゃんはあの人です。私も後をつけるのは初めてなので、一体どこに行くかはわからないんですが。蘭子先輩、あっちって確か教会の方じゃないんですか？何年か前に友達の結婚式で行ったことがありますよ。でも最近あんまり結婚式を挙げる人が少なくなったとか。もしかして教会の人たちが関わってるの？何ここ、私が最後に見た教会じゃない。何ですかあの天使の銅像？それになんだかカラフルになりましたね。あ、入っていくみたいだよ。さあ迷える子羊たちよ、今日もヒロンヌ様に祈りなさい。あなたたちの心を救ってくれるのはこのヒロンヌ様だけよ。遅れてしまってすみません、ヒロンヌ様。気に病むのではない、チヒロンヌ12世よ。人は誰でも過ちを犯してしまう生き物だ。それで今日も天使の分け前を持ってきてくれたかい？はい、持ってまいりました。どうかこれでお許しを。いい子だチヒロンヌ12世、そなたは必ず幸せになれるぞ。これは世間ではお金と言われているが、これは天使の分け前、つまり天使の羽ということなんだ。
君たちもこれを寄付することによって、いずれは自由の翼、つまり天使の羽が手に入るぞ。ああ、早く私も自由の翼が欲しい。そこまでよ。何が自由の翼よ。どんな手を使ってるか知らないけど、明らかに異常だわ。教会の中調べさせてもらうわよ。お姉ちゃん、目を覚まして。どうしたの？ミサト、あなた警察なんて連れてきてどういうつもり？ヒロンヌ様に失礼でしょ。ふむふむ、困りましたね、チヒロンヌ12世。このような行為は天使様に失礼ですよ。あとで天使の分け前、倍額ですね。申し訳ありません、ヒロンヌ様。あのお姉ちゃん、なんだか異常ですね。絶対何かあるに違いない。さあ、そこの祭壇、調べさせてもらうわよ。おっと、近づいてはいけません。あなたも選定を受けてもらわないと。うわ、何この匂い。あれ、なんか頭がぼーっとするんだけど。この人、ヒロンヌ様に逆らうつもりよ。俺たちの天国に足を踏み入れるな。双葉ちゃん、ここはひとまず逃げよう。応援を呼びましょう。先輩、その必要はないですよ。双葉ちゃん、何を。先輩、少しお口閉じてください。うるさいですよ。そんな、いや、やめて、お願い、やめて。先輩、どうしちゃったんですか。どうした、助けてほしいかい、手を差し伸べてほしいかい。だったら君もヒロンヌ教に入りたまえ。あなたたち、通しなさい。どうしよう、ランコ先輩が危ない。おい、何やってる。手錠先輩、ランコ先輩がおかしくなりました。まったく、次から次へとお前の仲間が来たじゃないか。どうしてくれるんだ。あいつらを排除したらお前のことを救ってやるぞ。手錠先輩、なんすかこの匂い。まるで脳が刺激されるような匂いですね。なるほどな、これは麻薬だ。奥に咲いている花とか置いてある草が麻薬なんだ。おい、ランコ、そんなのに惑わされんな。負けんじゃねえ。これどうした、まだ苦しいだろう。私が助けてあげよう。ランコ、さっさと目覚ませ。警察官だろ。あれ、先輩の声が聞こえる。そうだ、私は警察官だ。市民の人たちを守らなきゃ。あなたを薬物所持で逮捕します。どうして意識を保っていられるんだ。まさか薬物で操ってたなんて。薬物は依存度が高いからな。きっと何かの拍子で吸い込まされたんだろう。お姉ちゃん、目を覚ましてよ。あんたにはわかんないのよ。ヒロンヌ様はどこ。なんだかせっかく救出したのに救われない気持ちですね。そうだね、薬には絶対手を出しちゃダメ。すぐに治るわけじゃないから。でもよかった、ランコが薬を吸い込んだと聞いて心配したぞ。ほんと、いつものランコちゃんでよかったわ。さすが俺の一番弟子、なかなかやるじゃねえかランコ。本当は手錠先輩の叫び声に目を覚まされたんですけどね。やっぱりまだまだ先輩にはかなわないな。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。